What's up, people? I'm Satoshi, 84 gig. I live in Japan. I've started riding fixed gear 2007 maybe. I forget, but it's almost gonna be 17 years. Today I will try to bike check. こんにちは、84です。今日は僕のバイクチェックということで映像一本撮りたいと思います。フレームはまずマスターバイクの、コートテック。サイズはミディアムです。次にフォークはダーカスワンのドゥアトリックフォークです。ハンドル周りはプロファイルレーシングのステムにボリュームバイクのトリックスターハンドルバー。多分 V1 だと思います。グリップはカルトを使ってます。であとここにスペーサーがあるんですけど、仲のいいリューテンワークスが作ってくれた真鍮のスペーサーになっていて、漢字で8484キックって書いてあります。お気に入り。あとホイールセットなんですけど、まずフロントはプロファイルレーシングのハブ32ホールで、リムがアラヤのリム、930ディスクっていう昔の2000年ぐらいの、マウンテン用のリム使ってます。タイヤパナレーサーのハイロード26インチの 1.5、リアホイールもプロファイルレーシングのハブ32ホール、リムは、フィックスエディットのリムを使ってます。でタイヤは、IRC の JT プラス 700C の 28C ですね。ドライブ周りはプロファイルレーシングのクランクなんですけど、これちょっと長くて 180mm を使ってます。僕結構ウィーリーとかスピン系をするので、そういう技をするときちょっと長い方がペダリングがこうスムーズに、行くことがあるので、最近は長いのを使ってみてます。でもちょっと長すぎるかなと思って、もしかしたら変えるかも近々。チェーンリングはプロファイルレーシングの BMX のエースチェーンリングです。42丁。スパイダーアームもプロファイルを使ってます。前が42で後ろが多分16か17だったと思うんですけど、ギア比は 2.6 ぐらいで乗ってます。でペダルは、フライバイクスのペダル、フットストラップは Y ノットを使ってます。タイトルっていう MTB のブランドの小ぶりなサドルを使ってます。でシートポスト2等です。で、このシートポスト結構セットバックしてるんですけど、僕ミンスピンっていう技をよくやるんですけど、ノーハンドのビッグスピンなんですけど、その時にかなりリアにノーハンドでやるのでリアにかなり荷重をかけるので、僕としてはセットバックしたポジションを作りたくて、少しこうオフセットしたシートポストを使ってます。と後ろをグラインド、たまーにグラインドするんですけど、リアの、マイクロペグみたいなのをつけてるんですけど、これ実はNJS とかで使う、ユーロ BB のワンをそのまま流用して逆さにひっくり返してつけてます。結構これ海外とか行っても、それ何のマイクロペグみたいな聞かれるんですけど、実はユーロ BB のワンをひっくり返してただくっつけてるだけです。フォークなんですけど、僕最近海外に結構行くことがあって、そこで会ったライダーたちにみんなサインを入れてもらってます。遊んだ記念っていうことで。誰だろう、韓国のベイク・ホラン、オーストラリアのマックス、台湾のヒーズロー、ロサンゼルスのピッツァーと、J ボール、この間結構あった。あと、フォードギャングの、ジャクソンとチェイスがどっかに入ってた。クリス・ワイオキ、あとウェイビー・ベイビー、オスカー・ロペスね。海外で会ったら間には必ず、記念にサインを、タグをもらうようにしてます。で、あとここにカリーム、マスターバイクのサインが入ってます。このフレームなんですけど、僕の好きなキーオカーリーっていうシアトルにもともと住んでたライダーの名前がBB の裏に彫られてて、カリームもその当時から乗ってるライダーで、そういった部分にすごくリスペクトを持っているので、最近はこのマスターバイクというブランドの自転車フレームを好んで乗っています。そんな感じ。僕は基本的にはトリックトラックって呼ばれるようなのトリックをしてるんですけど、スピンとかウィーリーとか、あとちょっと軽く飛んだりとかぐらいなんですけど、自分にやりやすいセッティングをしてるつもりなんですけど、前が26インチなのもバースピンとか結構するので、このフレームでも十分 700C でもバースピンはできるんですけど、2007、8年ぐらいの時って 700C だとバースピンができなくて、その当時みんな650とか26インチを履いてやってたんですよね。
でその時のちょっと名残で自分は未だに26インチを使ってるんですけど、ハンドリングもクイックになりますし、あとホイール自体もかなり軽量になるので、自分としてはトリックがやりやすいかなと思って26インチを使ってます。あと見た目が好きかな。 700C で26インチっていうなんかその非対称な感じが僕としては好きです。でそうですね、僕はもう フィクストギアに乗ってもう17年ぐらい経つので、フィクストギアのトリックってBMX とか MTB とか他の自転車にはないフローがあると思っていて、こうトリックとトリックをつなげるペダルのつなげ方とか技と技をつなげていくルーティーンっていうようなものをすごく意識していたりとかします。あとノーハンドの技とかフィックスドギアにしか出せないフローが表現できたらないいなと思って、イメージを膨らましながら自転車には乗るようにしてます。はい。であと最近は映像もよく撮ったりしていて、海外のライダー、海外にもよく行くし、友達、海外の、ライダーとも映像を撮ったりしているので、なので、定期的に映像を作っていこうと思っています。去年はロサンゼルスにも行ったし、その前は南米のチリ、韓国も行ってるか。で今年もまたどこか撮影に行きたいなと思ってるんですけど、まあライダーのフルパートっていうよりはどちらかというと旅映像みたいなのを撮りたくて、海外の方に行くようにしてます。でいろんなライダーのライディングの映像を撮らせてもらってます。本当にね、みんな一緒に遊んでくれて、撮影に協力してくれて感謝ですね。ありがとうございます。もしよかったらそちらの方もチェックしてみてください。 So see you guys next one. Peace.